13番、ちょい打ち上げのパー4です。先ほどのバーディーのアーム選手です。うん、よいしょ、すごいビューティフルドロー、よいしょ、よいしょ、ど真ん中、川村選手13番パー4第2打、約上り出て150ヤード、サウトローがかかってちょっと右に外しました、ショートです。浅田夢の選手13番パー4第2打です。上り出て150弱です。ちょっと右に外してます、右大きかったか。さあ平塚アム選手第2打、上り出て140ヤードぐらいです。お、筋ってます。距離は。ナイスショー、ナイスアプローチ。さあ、平塚選手、20ヤード。バーディーパットです。下りのフックライン、ナイスタッチ、ナイスパー、ナイスセーブ、ナイスパー、うん、ナイスショ、フェアウェイ左、ナイスショ、ど真ん中、よいしょ、全員フェアウェイでした。松田選手パー5第2打目です。ターゲットラインは青い杭です。よいしょ、川村選手ターゲットラインは正面の横幅の木、真ん中ぐらいでしょうか。ちょっと右に出てしまいました、バンカー方面か。さあ平塚選手、あ、戻ってきてる、ドローがかかってちょっと右目です。さあ松田の夢の選手、リンゴルフミスホールインワンです。第3打目85ヤードパー5、ちょピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショー、川村選手第3打目、60ヤード。ナイスオン。さあ、安川
この選手残り約60ヤード。あとはさあ下りのバーディーパットです。下りのフックライン、早そうで遅いのが今日のグリーンです。打ち切れるか。惜しい。ナイスパー。ナイスパー。さあ増田選手絶好のバーディーパット、トップに並ぶことができるか。ナイスバーディー、見事入れました。トップに並んでおります。2アンダー2アンダー1アンダーで並んでいるトップグループの3名です。どんな感じですか。一地獄やねそっち暑い。36度のゴルフはちょっと過酷かな。14番ホールナイスバーディーで首位に並んだ増田選手のティーショットです。よっしゃー。フェアウェイちょっと右です。右ラフかもしれません。右フェアウェイです。よいしょ。さあ15番パー4、トーナメントリーダーセカンドショットです。残り150ヤード。ピンに向かって飛んでいます。あとは距離ちょっとショートか。ピン左ナイスオンです。ナイスオン。1打差取っているアム選手です。ナイスオン。15番パー43名ともバーディーチャンスです。トーナメントリーダーの浅田夢乃選手、上りのスライスラインバーディーパットです。惜しい。ちょっとラインが違いました。同じくトーナメントリーダーの ナイスバーディー。バーディーで単独トップに躍り出ました。さあアーム選手これを入れて1打差をキープすることができるか。下りのフックラインです。ナイスバーディー。1打差で追いかけております。
ドローがかかって筋ってます。距離だけ。ナイスショット。入ってない。入ってない。ピン左。優勝争いも佳境に入って16番ホール池越えのパー3に来ております。これもピンに向かってまっすぐ飛んでいっています。入ってない。左。16番ホール優勝争いもあと3ホールで決まります。さあ松田選手バーディーパット。ナイスタッチ。約20メートルのパットをナイスタッチでパーセーブです。さあ3アンダートーナメントリーダーの川村選手バーディーパットです。エスパー。さあアーム選手下りのスライスラインだと思いますが、これを入れるとトップに並びます。ナイスバーディー。トップに並びました。バーディー連続バーディーです。